サンタナはアメリカのラテンロックバンド。ギタリストのカルロス・サンタナを中心にしたグループである。1966年、サンフランシスコで結成されたサンタナブルースバンドが前身である。その後、サンタナと改名し、1969年にコロンビアレコードと契約してデビュー。それと、同時期にウッドストックフェスティバルに出演し、大きな話題となった。当時のメンバーには、グレッグ・ローリーがいた。ラテンロックのアルバムであるファーストからは、ジンゴが話題になった。セカンドアルバム、天の守護神がビルボード誌のアルバムチャートで1位を獲得。ブラックマジックウーマンは、ロッククラシックスとなった。他に、僕のリズムを聴いとくれ、イビルウェイズもよく知られた人気曲である。1971年のアルバム、サンタナ3では、ニール・ショーンが加入して、ツインギター編成となるが、ジャズロック色を強めたアルバムキャラバンサライ発表後、大幅なメンバーチェンジが起こる。新たにトム・コスターらが加入した。またカルロス・サンタナはソロとしてバディ・マイルズやジョン・マクラフリンらと共演アルバムを発表している。1973年7月の大阪厚生年金会館での模様は、横尾忠則デザインのジャケットでも有名なライブ版、ロータスの伝説に収録された。76年の哀愁のヨーロッパは日本でヒットした。翌77年のシーズノットゼアはアメリカ、日本両国でヒットしている。アルバム G-Bop は全米9位のヒット作となる。グレッグ・ウォーカーが歌うホールドオンもアメリカで小ヒットした。その後の作品はチャート上では低迷するが、バンドは活動を継続。フリーダムでは、過去にサンタナと共演したドラマー、バディ・マイルスがボーカルを担当した。サンタナは1998年には、ロックの殿堂入りを果たした。1999年に発表したアルバム、スーパーナチュラルは、バンドにとって28年ぶりの全米1位獲得を果たし、アメリカだけで1500万枚、全世界で3000万枚以上を売り上げるという大復活となる。同作はグラミー賞史上最多の9部門を受賞し、収録曲、スムースはビルボードのホット100で12週連続1位を獲得、バンドにとって初の全米1位シングルとなった。2002年にはアルバム、シャーマンも全米1位を獲得した。その後、ミシェル・ブランチをゲストに迎えたゲーム・オブ・ラブもヒットしている。2016年のアルバム、サンタナ4は、サンタナ3に参加したメンバーのうち5人が再結集して制作された。ありがとうございます。